ウエスコゾンです。今回ですね、新キャラこのマンディですね。もう、超チロのラッパーみたいな、このギャルっぽい感じ、もう一軍女子な感じなんですけど、まあこれからもね、先行プレイで紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録お願いしますと。まあとりあえずね、こいつ説明していきますと、まあ結構スタイルいいですね。多分こいつ好きな海外ファン絶対多いでしょ。まあ体力が4200でダメージが1800と、で射程も長くてリロード速度は普通ってことで、であとね、動きを止まってる、動かなかったら集中力ゲージっていうのが溜まりますと。でそうすると射程が伸びると。で必殺技がもうなんかもう無限射程のダメージが3750って、もうなんかバケモンみたいなウルト打つんですよ。でガジェットがですね、ガジェットが次の通常攻撃を命中すると 2.5 秒間スローダウンってするってことで、もうこのスローダウンがね、ブロスターにおいてめちゃくちゃ強いんですよね。でもう一つのガジェットが、次の攻撃が貫通するようになるってことで、まあ、エムズのね、あのガジェットのガジェットみたいな感じですね。まあ、多分絶対こっちの方が強いですね。通常攻撃が命中するとスローダウンする。まあ、これがね、多分絶対使われると思うんですけど、まあ、シェリーの、足を遅くさせるシェルショックってやつが、まあ、これがね、4.5 秒間。で、あのクローの毒、あれがね、確か3秒ぐらいやった気がするんで、まあ、そう考えると 2.5 秒、まあ、まずまず長いんですけど、いや、そう考えると黒バケモン強えな。お前バカ強えな。まあ続きましてスタパーなんですけど、まあ、この集中力ゲージ、まあ、動かなかったら溜まるゲージが溜まってる間は発射速度が 20% 上昇するってことで、まあこれはね、かなり発射速度上がれば上がると弾当てやすくなるんで、まあこれもね、かなり、強いんじゃないかなと。そしてこれはね、集中力ゲージが溜まるとシールドを 20% ダメージカットのシールドを作るってことで、まあ、これはね、あんまり使われないんじゃないかなと。まあ、だってダメージ防ぐために動かないじゃなくて、絶対ダメージ嫌やったら後ろ下がるもんな。なんで、まあ、多分発射速度が上がる方のやつ使うんじゃないかなと。まあ、移動速度は多分普通ですね。移動速度普通で、もうこの髪型がね、もうブルンブルンなびいてる。ブルンブルンなびいてるんですけど。であとね、集中力ゲージっていうのがありまして、まあ、集中力ゲージが上がると、まあ、デフォルトでね、これデフォルトなんですよ、射程が伸びるのは。で、まあ、どれぐらい伸びるかって言いますと、まあ、これぐらいの射程からこんな感じ、まあ、多分ね、ベルとかよりも圧倒的に長くて、多分ね、どれぐらいやろ、ジーンよりかはちょっと短いのかなっていうぐらい、いやでもジーンぐらいか、多分ジーンぐらい、いやでもジーンよりちょっと短いぐらいですね。でこのガジェット当ててからのこのウルト、もうこれが多分格殺コンボですね。これもう上手い人がこんなん使ったらもう涙目やん普通に。ガジェットからの、ウルトで、ウルトの射程がね、ウルトの射程っていうか横幅もね、だから結構長いんですよね。なんで、あー、かなり強いんじゃない、かなり強いと思う俺は。でこうぶちかましすみたいなね。いやー、これは使い勝手がかなりよろしいよね。でもね、多分ザベスとかがね、なんかウルトで避けれたりするんで、もう本当に画面外から通話しながら通話の連携で、右の草むらにいるから、そこにウルトぶちかましてみたいな感じで、もうこの連携が取れるともうかなり厄介になってくるんじゃないかなと。もう世界大会とかでさ、なんかいや、みたいな、誰も見てないところからぶちかまされて負けみたいな、もうそんなん最悪やからな。もう誰が先輩かわからんからな。とりあえず、はいはい、この集中力ゲージ上がって、まあ、シールドつける方のスタパつけてるんですけども、これはね、これは多分マジで使われんと思う。まあ、ダメージカット率が 40% とかやったら、まあ、肉壁としてたまに使えるかなっていうかなるんですけど、まあ、20% じゃね、ちょっと厳しいような気がする。あとガジェットっすね。ガジェットはやっぱスタンの方がね、圧倒的に強いですね。なんか壁越しの敵殴りたいなーって時、殴りたいなーってあんまないと思うんで。まあ多分これはあんま使われないですね。まあとりあえずエメハンで早速やっていきましょうか。まあ敵にもなんか新キャラクターがいるんですけど、まあ、人工知能と人間どっちの方が上なのかと、まあ、それをちょっと証明してあげようかなと。はい、一発殴りつつ全然当たんねえじゃん。全然当たんねえ。でウルトは5発でたまるんで、まあそれもね、ちょっと頭に入れながら、あと2発ですね、あと2発ぶつけて、あの敵のね、ギャルをぶちかましていこうかなと。はいはいはい。でこれちょっと射程が伸びてるんで、あと発射速度めちゃくちゃ速いですね。発射速度が伸びる方のスタパつけてると全然違うような気がする。はい、でウルト溜まったんで、まあ、これでこの辺のティックぶちぼえー、なんで俺の方が、人工知能バカ強え。人工知能射程えぐ、視野広すぎやろこいつ。いや人工知能、俺こいつに負けたん、こんな列車に引かれるようなやつらに負けてんの、普通に恥ずかしいやけど、まあ、足を速くさせてからの、まあ、倒し。いや、あいつ何マジで、俺より気持ちいいウルトぶちかましてんのちょっと腹立つんやけど。まあちょっと違い見せていくか。まあ、前線押したらね、さすがに勝てるでしょと。
で、これで、まあ、草むら、で、ここに当てていきの、はいはいはい。まあ、ウルトがね、大体、一発当てたら半分ぐらい溜まったっすね。ウルト当てて半分ウルト溜まるの、なかなかグロくね。全然当たらなかったんやけど。おい、待って、お前、最悪ガチで。もう最悪、もう2発目も当ててるやん。もう何こいつ、もう俺の上位互換おるって、もうそんなんできひんやん普通。もうもうそんなんできひんやん、まんまでしか知らないんですけど。いや普通にもうこんな列車に引かれまくってるやつに俺負けてんの普通に悔しいんやけど。お前もう俺最近プロになったとこ営業妨害やって、それやめろよお前。最悪やこのボット。はい、続きましてノックアウトですね。やっぱもう敵にこの新キャラがいねえのがガチで助かる。AI のこの新キャラマジで強いからな。もう関係ないもんな普通に。でこのマップはね、結構射程ゲーで、なんかノックアウトって1匹敵倒したらもう3対2じゃないですか。なんで圧倒的有利になるんですよね。なんでこのウルトで、なんか、画面外からボーンでなんかティックボガーンみたいなことできたらめちゃくちゃ気持ちいいと思うんで、なんか死にそうなんやけど、まあ、一旦逃げつつ。で、この辺からウルトぶちかましいの。で、これ当てていきの。はいはいはい。いいね。で、この辺にもいるんでしょ、どうせ。あ、ウルト溜まった。半分溜まってから一発当たってますね。はい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 。で、これ当てていきの草むら剥がし、草むら隠れてボカンと。待って。危ねえ。ガチ焦った。棒の地雷が気絶する方やったら俺絶対終わってた。危ねえ。で、なんかボットに煽られてんやけど。で、ガジェット使っていきの、足を捕食させの、はいはいはい、オッケー。ボット大丈夫そう、まあいいか。で、足を捕食させていきの、ウルト。で、これで追い詰めていきの、いやー、これはちょっと逃げられるな。まあまあいいでしょう。で、この集中力ゲージね、やっぱ動かないっていう動きに慣れてないんですよね。なんで、その辺がちょっと難しいんですけど、まず終わったくせ、やめて、危ない、お前、やってくれんの、お前。で、ガジェットもねえじゃん。で、この辺から、俺、この辺から当てちゃうよ。この辺から、いっちゃう。全然ダメ。やっぱ、ちゃんと狙いましょうと。はいはいはい。いや、この辺。よし。いや、射程も長えな。はい、ということで、まあ、新キャラマンディを紹介していったんですけど、もう最近ね、ブロスター今61キャラじゃないですか。で、これで3匹増えるでしょ。もう64匹でしょ。これ、もう何匹になる？ブロスターっていうゲームはもうキャラクター何匹になる？ 1 ヶ月に1匹以上増えてるんで、もうこれからのブロスターが楽しみやな。もう100匹も、もう相当多くはないんで。まあ、これはもうこれからもね、いろんな動画上げていこうと思うので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、今回ご視聴、明日。Thank you.